伊藤サンタです。ケント来い来い。はい、つけケンタ、よし。気温は低めですけど、昨日との差がそんなにないせいか寒く感じないです。やっぱ風があると体感温度はだいぶ寒く感じますね。昨日風が強くて寒かったから、気温でいうと多分今日の方が低いんでしょうけど、今日の方が暖かく感じます。体の慣れってのもね、この時期寒暖差が激しいんで、うちの子供の末っ子のクラスは、学級閉鎖、長男も先週1週間は発熱で休んでました。まだまだね、片付けが一つ一つきちんとできてない状態で、まあ年内ずっと片付け続けるという日々。そうだ、昨日リンゴもらったって言ってた。暗いね。せーの、よくせリンゴ、あったあったあった。昨日リンゴいただきました。本当、夜市は恵まれたとこで、果物のもらい物はとても多いです。これがまた美味しいんだな。ケンタ、まあいっか。
それ以上いらない？ハムちゃん食べる？はい。リンゴ食べないの？うん。美味しいんだよ。ハムちゃん、はい、はいはい、よいしょ、ケンタ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 、来い。ケンタ、来い。もうすごい子供する、ここ。来い。ここじゃない。ケンタ、来い。おお、ここだ。ケンタ、来い。お座り。いくよ。せーの、ほい。ああ、外れた。見えた？ここ。さあ、帰ってご飯にするか。ケンタ、おいで。あ、お座り。ゴロン。ゴロン。